はい、こんばんは、新庄です。ヒデです、はい、今回、Vlog であるところに来ているんですけども、はい、3月ということで、うん、3月はね、我らがヒデくんの誕生日なんですよ。ありがとうございます。嬉しい。何歳になったんですか？31歳。31歳感がね、一番いいですから、まあ本当に節目ですよ。これが人生の転機と言っても過言ではない、そんな年ですね。いい年になってきたね、で、まあ、あの誕生日ということで、うん、まあ、せっかくなら何かしたいねって。そうだね、うんうん、で僕尋ねました、うん、あんた何したいのと。そうね、おかんのようにあんた何したいのよ、31歳にもなって何してんのよ。絶対何もしてない息子に対する言い方だったそれ。新庄くんの誕生日もね、うん、前結構盛大にやりましたから。やったね、うんうん、まあ控えめに言ってもなかなかいい、まあ、誕生日だったのかな、うんうん、そうですね、素晴らしい誕生日になったんじゃないかと思うんですけど、うん、まあそういうことなら僕もちょっと盛大に祝ってもらいたいななんていうふうに思いまして、うん、はい、あることをねリクエストしました、はい、はい、というわけで今回はですねこちらに来ております。見えるかな？見えますでしょうか？はい、はい、信州は松本、はい、我々の始まりの地ですね。そうですね、僕らが出会った町ではありますが、うん、まあ、この町に育ててもらったと言っても過言ではないかなと、うん、かな。だったっけな。まあ今回松本来るにあたって、うん、どういうとこでよく行ってたっけっていろいろねお話したんですけど、うん、何も出てこない。何も出てこなかった。不思議とね、何も出てこない。あんなにね楽しかったはずだったの、うん、学生生活何も出てこなかったんですよ、ね。まあ、なぜならね、我々学生時代本当にお金がないゆえにどこも行けてなかった。お金って大事だな、はい、本当に、やっぱりねこうやってねもう30代にもなるとある程度ね、うん、お金もあるわけじゃないですか。そうですね、今回は松本で懐かしい場所を回ったりしつつ、うんうん、あの時楽しめなかったことをしっかり楽しみたいなと。つまり青春のやり直しです。回収していこうと。もう本当に井出君はね大学時代ひどかったですから。俺をあまり強く否定できないっていうのがまた悲しいところなんですけど。まだ31歳っていう節目の年で、うん、あの頃のねまだまだ若い、うん、初々しいね気持ちを取り戻したいっていうのもありますし、あの頃にできなかったこと、うん、改めて、はい、やりたいなと思っております。はい、まあ、僕誕生日なんでね新庄君にアテンドしてもらって、はい、まあ、ついさっきねこの松本に来ようっていうのも決めたところです。はい、本当についさっきつい6時間ぐらい前ですか、昼過ぎに何するかっつって、うん、じゃあ松本行くかと思い立ってきたわけで、はい、もう時刻は20時を待ってて、もう非常に寒いんでね、寒いですし、はい、やっぱり暗いです。暗いですね。そんなわけなんで、はい、もう早速、うん、新宿にアテンドしてもらおうかなと思っております。はい、任せてください、はいはい、まずは1軒目、はい、向かいましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、懐かしいですな。懐かしいんだけど人が人がいないのと店がやってないね。これさ本当にガチで急に来ちゃったからさ、あ、そうね、全然リサーチしてないじゃん。まあ、ちなみに本来であれば、うん、もともと僕がバイトしていた中華料理屋にね、うん、行こうと思ったんだけど、まあいかんせん急遽すぎて入れないと。まあやってないお店がちょっと多すぎて、思い出を巡っているんですけど、はい、巡る止まりになっちゃって。まあでも懐かしいよね、うん、あ、ここあったねとかね、だいぶ変わってるところもあるけど、うん、でさ、その都度うわ懐かしい、あったねって言うんだけど、それ以上の山田さん学生の時の記憶が全部ごっそり持ってかれてるから。終わっちゃうんだ、うん、あったねで終わっちゃう。いやでもこの街並み懐かしいな、うん、懐かしい、うん、具体的なものは何も出てこないけど懐かしいだけなんだよ、うん、いや困ったね困ったね。もうこの懐かしさを今すごい体感できてるからそれだけでいいかもしれない、ね、予定組むって大事。大事だな。俺ら学ばないよ。俺らの Vlog 毎回これだからね。急遽すぎて何も予定立てないから決まんねえんだよな。本当に良くない。もう3年目よ。決めよう決めようってさ毎回言ってるよね。毎回言ってる。あのさ何回言ったらさ分かるわけ。もう新人じゃないんだからさしっかりやってよ。責任感ないんじゃない。ここはなんだ。温泉。もう温泉疲れてるよ。
温泉使いたいな。まあ、なんといっても長野県ってやっぱり温泉が多いから、そこはすごいいいところだよね。そこにお店入ってみる、居酒屋五郎。行ったことない企画だねまあまあいい、それもそれでね、いいじゃん。そういうことがあっていいじゃん。今のお店もやってなかったということで、はい、残念だな。あ、鳥八行ったな。え、覚えてない？行ったっけ？行ったよ。いやー、これはね、行ったか記憶が曖昧すぎるんだよな。ちょっと待って、俺さ、ここにチーズケーキ屋があったような気がしたんだよ。あ、そうだったっけ？すげーうまいチーズケーキ屋。あ、そうそうそう、大倉っていう。あー、行ったことないなお互いなんか思い出がこうなっちゃってそんでもって今までの会話行ったか行ってないか中身何もない行ったな行ってないな何もない何がおもろいねこれということで今、まあ、ぐるっと思い当たるところは大体回ってみたけど、まあやってないけど、うん、まあ、今ここ松本駅前の縄手通りっていうところにいるんですけど、うん、やっぱり松本っていうのは城下町だけあって、うん、雰囲気がすごくいいんですよね。そうだね、うん、まあやっぱ大学にいた当時ってあんまり、そうね、本当にそうで、全然さ高そうなお店とか行けなかったじゃん、うん、だから今行ってみるとさ、一回でもちょっと頑張って行ってみればよかったなって思うところすっごい多いよね。いかにコスパよくたくさんのお酒を飲めるかってことしか考えてなかったから、ね、うん、本当にもったいなかった。もったいない、こんなにいい街だった、ね、うん、店はやってないけど松本のね街並みをね楽しんでもらおうと。そうだね、はい、すごいいいところなんですよ。こうなってしまった以上しょうがないですよ、うん、運よくなんかやってるそうなところがあったらちょっとねお腹もペコペコですから。ひどい誕生日だなこれは。いや、楽しいです、うん、楽しいよ。そう、懐かしさっていうね、うん、懐かしい、もうほんとそれだけ、うん、これでよかった。見てくださいよ、この川と。すごい素敵じゃないですか。ねえ。ねえ。やってねえかな。とりあえず、魚民行く、まあ、とりあえずちょっと歩きますか。そうだね。やっぱりさ、多少こう、あそこ行ってたけどな、みたいなところがさ、ちょくちょくやっぱ変わってたりするじゃん。変わってるね。ちょっとやっぱ寂しい。そうだね。感じもあるけど。だって8年前とかね。こうやって変わってくんだろうね。この辺さ、カレー屋なかったっけ？カレー屋。あの辺に。あったっけ？結構美味しいカレー屋だったんですよ。あ、ほんと？多分あそこはさすがにまだあるんじゃないかな。まあでもせっかく長野に来たからには、蕎麦食いたいね。あ、そうだね、うん、明日そば食べよっか。うん、せっかくだ、うん、こんなに歩いてる人いないと思うよ。いないね。松本の人でもこんな歩いてないと思う、うん、ここカレー屋。あー、ちょっと覚えてないな。あれ、カレー屋じゃなくなっている。ギャラリーって書いてあるぞ。嘘でしょ。もう8年も経ちゃそりゃ変わるのかな。いや、その8年タッチはしたけどさ、うん、その前の歴史があるお店だったはずだから。ああ、そうなんだ。そう簡単に潰れるもんじゃないなと思うんですけど。あ、ここもなんか店変わったけど、この変わる前俺行った覚えあんな、ここ。なんかさ、入ったよね、カンボの集まりで行かなかったっけ、うんうん、これ行った気がする。行ったよね、全然覚えてないけど。全然あ、やばいぞ俺ら本当に松本住んでたんか。なんかさ、ハワイの店じゃん。あ、そうそうそう、ハワイアンだよね。あ、そうだそうだ、そう、行った。覚えてるけどなんだっけ、誰と行ったのか、何をしたのか。あの DJ ブースみたいなのあったかもね。あれって、いや、わかんないわかんないけど、でもなんか入った覚えはある。そうだ、確か卒業式だに行ったんだっけ。卒業式の後に行ったのか。終わった後に、そう、多分あそこで。へー、だった気がするな。卒業式行ったか。いや、行ったよ。 だってみんなあのスーツ着てた。あ、本当。なんかで俺と新庄が DJ ブースのところでさ、ソールドアウトのなんか真似してた記憶がある。本当に、うん、もう覚えてない、ね、やばいな。やばいよ、それ。やばいよ、頭強く打ってんじゃん可能性あるよ、本当にごっそり抜けちゃったからそれだけ何も考えず生きてたってことだよなもったいない。だから若者にはそういう思いもしてほしくないっていうね。提唱をしていきましょう、うん、そうだね。注意喚起、うん、学んでほしい、この動画から。そうだね、多少無理をしてでもいい店に行けと、ね、はい、ということで、まあ、松本 Vlog、うん、まあ素敵なね、うん、誕生日過ごしてもらえたかなと思います。許さねえということでいやでも、まあ、松本の街並みをね、うん、見れたってだけでもね、うん、いいのかなと
このまま凍えたまま腹ペコペコで帰ってくるかよし、腰が背中で松本にまで来て食うところではないな。いいお店だとは思うけどね。あ、シナのてっぺん、あ、貸し切り、本日貸し切りか。わー、誰貸し切ってんの。年度末だからやっぱり。そうか、送別会、送別会シーズンではあるよね。うわ、最悪じゃん実際これね、俺の誕生日って結構良くない時期なんですよね。うん、そうなんだ。あ、僕3月も後半なんで誰もね、祝ってくれないんですよ。あ、そうか、学校がもう終わってるタイミングで、しかもね、年度末みんなバタバタしてる時期だから、うん、誰も俺の誕生日覚えてないっていう。いやでもさ、この寒さで生きてたんだからすごいよね。すごいね、今めっちゃ寒いけど。めっちゃ寒いよ。だって俺お金なかったから暖房もつけずに暮らしてたんだから出た、家の中でスノーボードの上を着てたっていうねそれで寒さしてるんだ。急に来た友達とかにびっくりされちゃった。やばいこれからボードっていや寒いからみたいなそんなことしてる人いないんだから。ゴールデン酒場行く。ああそうだな。ていうかまあ焼肉宝泉でもいいよ。宝泉も行かなかったっけ。行った覚えあるよ。行ったよね、うん、行ったと思う。意外と行ってんじゃん、うん、鍋とか食いたいね、うん、はい、はい、ということでもう寒すぎて、避難してきました、はい、正直にはっきり言いますよ、思い出も何もないお店に入りました、はい、初めて入りました、はい、初めましてです。はい、選んだ理由としては鍋があったのでもう新庄君もう鍋を食わないってどうにもならないもうね、今手がもうかじかみすぎてやばいんです。携帯も触れないぐらいもうガチガチになっちゃってんで、とりあえず温まろうということで鍋食って温まりましょう、はい、とりあえず乾杯です。寒っというわけでね、鍋も来ましたんで、はい、美味しく食べていきましょう。はい、日が嬉しい。新庄君、長野県にいた時のこと忘れちゃったのかな。忘れてたね俺ボードウェア着てたんだよ思い出してほしい。すっかり忘れてたよ。寒さ対策絶対した方がいいって。寒さで懐かしさを感じれる、それまでいいじゃん雑だなというわけでね、フラット入った割には、フラット入った割にはっていうのもあれですけど、結構あの本格的なというか、うん、うまそう。しっかりとしたこの薬膳な感じが、まらなね、まあそういう感じだよね。うまいです。言うことなし、マジでうまい。いいよ、この状況だったら絶対普通にあげていいんだよ。あったかいって素晴らしいね、うん、空腹がね、最高のスパイスなんて言われてますけど、鍋においては寒さです。最高のスパイスは、このマーラーが最高だ。からし火でね、今の状態にドンズバだね。このトロットロになったらいい。めっちゃうまいやん。このニラちゃんがね、かわいい。いただきます。うわこの湯気がそういう演出みたいな。めっちゃうまいね。味覚がやばいな。これちょっとやばいな。毎回ご飯の前これやる。この自分を苦境に立たせるっていう。なんつったって1時間で松本駅前を歩き続けたからな。本当にこれ冗談じゃなくて命の危険を感じたね。いやマジで。千枚刺し、我々好きな千枚刺しですよ。ただエビがな、三つなんだよな。これちょっと殴り合いになる可能性ある。誕生日誕生日。いくら誕生日とはいえどね。エビもあげられないんだ。まあしょうがないな。年一のわがままも許されないんだ。しょうがないな。まあ特別だぞ。すごい褒められてる。特別だぞ。誕生日にすごい褒められてるな。はい、ごちそうさまでした。最高だった。最高だったんですけど、また外に出てきてもう戻りたくなってるね一瞬で地獄の寒さです。ちょっと考えた方がいい。
こんなに寒くするべきじゃないと、それどうしようもないのよ。長野県にはもうちょっと考えてほしいなって思うね。まあ、ということで、はい、1軒目ですね、まあ、かなり予定とは違いましたけれども、うん、まあ、なんやかんやすごく美味しいご飯も食べられましたので、うん、大満足です、うん、しかし、はい、まだまだ終わりませんと。せっかくね松本に来てこれで終わりじゃん。もったいないです。松本は何の町と言われてるか知ってますか？教えてやってくださいよ皆さんに。バーの町です。うん、そういうことです。バーの町なんですよ。はい、まあ、まあ、せっかくねバーの町と言われてるところに来たので、うん、バーに行かなきゃ。辻褄も合いません。辻褄も合わん。ということで行ってみますか。行ってみましょうか。はい、緊張しますけどね。はい、31歳まだバー緊張しますよ。いつまで経っても緊張するものは緊張するよ。じゃあましょう。来ましたね、バーです。めっちゃ緊張してるじゃん。今日アテンドお願いしたやつなんですけど、まだ今のところね一回もアテンドしてもらってないんですよ。全部初めての店行ってます。アテンドしてほしいですね。お酒の知識みたいなものをね何も身につけてこなかったもんですから、こういう時にちょっと語れる材料がないと。バーはうんちく語ってなんぼですからね。ちょっと行ってみますか。行ってみましょう。はい、じゃあ松本の夜に。はい。くせくせ。僕お酒すごい大好きなんですけど、1個だけ通ってこなかった道がありまして、バーとウイスキーです。バーとウイスキーは単純にバーはちょっとこう敷居が高くて、僕はあのワイワイ楽しく酒を飲むのが好きだったんで、なかなかこうしっぽりバーでっていうのは自分の周りの文化を知らなかったなっていうのがありまして、そうあんまりやってこなかった。なんでウイスキーは？ウイスキーはそもそもあんまりやっぱ好きじゃなかったですね。まあでも、まあ、この年になると、ね、それなりに飲む機会があって、ただ分からない。俺はまあ何を飲んでも一緒なので。絶対バーに来ちゃう。でもさ雰囲気がいいじゃんやっぱり、うん、それを楽しむもんじゃん。そうだね、俺ら雰囲気好きだよ、ね、そんな感じで店に行ってるから何も記憶が残ってないんだよ。改めてこう松本に来ることによってね、うん、反省したよ。なんでこんな大学の時の記憶ってないんだろう。シンプルにちょっと昔すぎるのか。まあそれもあるだろうけど、楽しくなかったのかな。悲しい。大体もう遊ぶ人は決まってて、でかつ俺らは金なかったからさ、外食っていうものはあまりしなかったしさ、ってなるとお家で自炊。それ記憶もねえわ。いやお家で自炊はすごいよく覚えてる、うん、それは覚えてる。新庄くん家の炊飯器床の中に置いてあってすごい嫌だったな。そうだったっ。あれすごい嫌だったなって。細かいこと言うなよ。それだけがすごい嫌だったんですけど、中にふっかふかのあのね実家から多分送られてきたんであろう美味しいお米がうまいんだよなって思いながら、で俺入りくん家で、まあ、料理を作ってくれて、うん、まあ、料理と言えるのかちょっと分かんないんだけど、うん、これうまいなと思ったのがおにぎりだったんだよね。まあ中野にいた時もよくおにぎり作らされてましたよ。入りくんは多分おにぎりが一番うまいと思う。いろいろやってるけど、結局のところ究極のシンプルだよね。当時何も入ってなかったけど、塩おにぎり塩おにぎりかつ素手で握ってたから。無理な人は無理よ。そうだよね、そういう人もいるよね。具を買う金もないって。俺らだけ戦時中だったから。マジでひもじい生活を送ってたからな、本当に信じられない。俺らがまあちょくちょく行ってたあの焼き鳥大吉、うん、ね、馬力を食いすぎて馬力がなくなっちまったっていうね思い出もあるけど、営業してました ね。ちょっと悲しいよね。の流れっていうものは残酷ですよ。それこそ俺が住んでてさ、家の下がラーメン屋だったから、うん、そのラーメン屋も変わってたし、まあ、未だにラーメン店ではあったんだけど、なんかちょっと悲しいなっていう思い出の土地がなくなってく悲しさってのがあるよね。しょうがないよね。もう8年経ちますから、まあ明日一日というか、うん、まあ、時間があるので、うん、それこそ大学の周りちょっと行ってみたいとか、ね、大学の周りに行けばまだ何かあるんじゃないかと思いますよ、うん、なんていうか俺松本のあの景色街並みすごい好きなんで、あの川はなんていう川だったっけ。メトバ川。あ、メトバ川。メトバ川。メトバ川沿いでね、こう歩いていくのが好きだったわけですよ。そういうところもなんか回りながらね、思い出にしたらってもいいんじゃないの。出てくるかな。出てくるかな、あの辺歩けば。出てくると思うよ。まあ、あの辺は本当に
言ってみたらさ、俺らの大学って駅から結構離れてるじゃん。そうだね。今駅前にいるわけだからさ、あんまり正直駅前に足伸ばすことってなかったから、大体もうバイトで行ってって感じだったね。やっぱ大学周辺に行ったらかなりこれは濃厚なものが出てくるんじゃないかなと思いますので、これもちょっと楽しみ、楽しみ、出てくるかな全部忘れてる可能性、今のところ忘れてんだからそれが一番怖いよね。とりあえずね、せっかくの誕生日なんで楽しく忘れてた全然アテンドしてもらったよねなんならさっきの鍋屋も俺が探したからね手がかじかみすぎちゃってもう操作できなかったね、こういう もっともらしいことを言ってね、僕にあれやこれややらせるわけですよ。可愛いんだ新庄ちゃんは、世話係、昔からそう、昔からそう。僕と佐藤ちゃんはね、彼の面倒見ずにはいられなかった。お佐藤と二人でいる時もね、なんてあいつは可愛いやつなんだと愛くるしい、ムカつくんだけどね、どうして面倒見ちゃうのかなってよく話してましたよ。まあそんなこと言ってますけどね、イデ君もイデ君で可愛いとこあるんですよまあここで言うのはちょっとはばかれるかもしれないですけど、もう食べましたね本当にないですまあまあ明日こそはアテンドしてくれると思うんで、ね、任せておいてください。期待して待っていたいと思います、まあ、夜は楽しく過ごしていきましょう。おはようございます。おはようございます。いや昨日はいい夜を過ごせましたね。そうですね、非常に寒くて、うん、命の危険も感じましたけど、はい、まあ、最終的にはすごく楽しめた夜になったんじゃないかなと。昨日は本当思い継ぎで来てしまったからあまり時間もないっていうのはあったけど、今日はねせっかくなので朝から喫茶店でも行って、そうだね、ゆっくりしながらも、うん、懐かしい場所を回っていこうじゃないかと思います。はい、でまあ、今はねお腹ペコペコなんですけど、はい、まあ、モーニングを食べようかということで、ある場所をねリクエストさせていただきました。忘れてはならない、僕誕生日なんでね今日は僕の願いを全部叶えてくれたと。そっか、ああ忘れてたもう絶対忘れてんだよ、まあ、おすすめのモーニングがありますんでそこに行きたいなと思います。やっぱり長野の朝寒いね、マイナス4度ですって、うん、なかなかこの寒さは味わえないですよ、うん、学生の時起きたら水道からつらら張ってとかあったもんね。そういえば水が出なくなるなんてこともね、うん、ちょっとあったし、まあしっかりね適宜休憩をとって無理をしないようにしていこうかなと思っておりますでもやっぱりこの長野の冬って俺好きなんだよな。ちょっとピリッといてつく寒さ、すっきりしてる、うん、空気も澄んでいて好きなんだよな。ただちょっと寒すぎて、うん、プラマイゼロなんだよとりあえずあったかいモーニング食べましょうか。そうですね、はい、ということで向かっていきましょう。はい、ということでこちらです。結構市内では有名というか、うん、安倍さんですね、うん、歴史のあるカフェだと思いますね。こちらで、まあ、軽くと思います。はい、来ました。これ贅沢だね。うん、俺が結構好きでねちょくちょく来てたんですけど、いいね、うん、やっぱ野菜がめっちゃうまいレタスすげえうまい。もう長野県産パン、うん、もうじゃないきっとすごいレタスがいいです。そうだね、じゃあ美味しくいただきましょうか。やりたい放題、喫茶店の花がモーニングだと思って諦めてるから痛みに行きますから覚悟した方がいい、相当な覚悟で臨んだ方がいい、うん、これは危ない、うん、気を確かに持たないと来てよかった。美味しいモーニングでした。美味しかったね。やっぱり思い出でちょっと美化されちゃってるところあるかなって、うんうん、まあ、懸念してたんですけど、色褪せないうまさでした。ちゃんとうまかったね。というわけで、まあ、モーニングを、ね、食べて、はい、エナジーチャージしたわけですけど、はい、ここからはさらに思い出の地を、ね、どんどん巡っていきたいなというふうに思います。で昨日もね、うん、あの通りましたけど、はい、改めて名手通り、名手通りいいね、やっぱり雰囲気がね、これがね、いわゆる縄手通りと、はい、川沿いにね、こう伸びていく通りなんですけど、で僕たちもここにいます、現代人それは見りゃわかるね。これが今いるところと
情報ね実際ね、あんまない、うん、松本に住んでる人からさ、うん、毎日のように来るようなとこではないからでしょ。そうだね、夜柱神社、夜柱ね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 、これはマジで夜柱ね、夜柱ね。俺、夜柱神社って言ってなくどうぞ説明を受けた気がするけどな、こうしてヒューマンエラーが起きてる勘違いから正しい情報をつなぎましょう。あとはいえ、ちょっとまだ全然お店やってない。そうだね、まだだって8時回ったところだから早いね。やっぱり山が綺麗だな。本当にアルプスよね、うん、結構見えたりする。天気がいいとかもベターっとこう、ね、絵に描いたようなアルプスよく見えてたけど、やっぱ何回見ても綺麗だ。綺麗だね、うん、住んでる時はもう当たり前にあったからさ、うん、全然気にしてなかったけど、改めてこう戻ってくるといいね。綺麗ね。で車なんかあったらさ、ビーナスラインとか行ってもよかったね。カチュー車カチュー、カチュー、俺誕生日だしさて、昨日もここ通ったけど、縄手横丁、いいね。おそらく真っ暗で何も映ってなかったと思う、うん、改めて、うん、すごい雰囲気なんだよ。そう、なかなかないよ、こんなところね。あとちょくちょく猫ちゃんがいる、うん、可愛かったね、うん、学生時代、こんなとこほぼ通らなかった。そうだね、まあ、バイトは駅前でやってたからね、帰るときちょっとちょろっと通ったりとかあったけど、まあ、いかんせんこの辺のお店に縁がない。そうだね、もっと行っとけばよかったね何か後悔しかないでもまあ社会人になってから、ね、うん、この辺のお店ちょっと行ったりもしたけど、うん、やっぱ良かったよね。あ、本当。ちゃんとしっかりね、道も舗装されて、うん、通ってくださいと、うん、ナンバー入ると。これはもう男の子みんな好きでしょ、この道男の子嫌いな人いないでしょ、この道で何回だって通れるよ。これで終わりだと思ったら男の子が大好きな道なんだから通れないかなって思うぐらい細いぐらいがちょうどいいんだから。細さに比例して興奮してくる細けりゃ細い方で誰も共感してないRPG だね、人生という名の RPG だね。それは違うんじゃない小松パンはまだやってないみたいだね。せっかくだから小松パンでね、パンとか買うのも良かったけど、ね、牛乳パンをね、ね、1個食べるたびにニキビが1個できるというような逸話もあったりしますけどねボリュームが大きすぎて、うん、小松パンはまたの機会に、うん、ぜひ松本にね、立ち寄った際には食べていただければと思います、うん、本当にびっくりするぐらい気の抜けるそれ食べたくなくなるさて、ここは僕が学生時代よく行ってた喫茶店エデンっていうところがあったんですが、どうやら潰れてしまったみたいで、すごい良かったですよ、本当に純喫茶でお店変わってるね、うん、やっぱりね、変わりゆくもんですよ。変わるね、うん、まあだって、あの新庄の行ってたカフェ、まあ、俺も一回行ったことあるんだけど、うん、当時ですらかなりご年配のそうだ、ね、マスターだったから、うん、まあしょうがないよ、ね、おばあちゃんがね、一人でやってたから、うん、これは引退しますね。あ、これも行ったことあるかも、コーヒージャズエオンタ。あ、で、このカツゲンね、カツゲンうまいのよ。ああ、懐かしい。あったあった、うん、あれ、ここかな。どうやらコーヒーが買えそうなので、まあ、先ほど飲みましたけど、ちょっと改めて寒いので温まりましょう。ということで、僕らの知らない新しいコーヒー屋でコーヒーをこさえてきましたと、早い時間やってるところも少ないのでね、でもいい雰囲気でいいね、うん、ありがとうございます。駅前というかここら辺はすごいなんかおしゃれなお店が多いよね、うん、カフェとかね、レトロだけどちょっと現代っぽい感じも、うん、今ミクスチャーされてる、うん、でもまあああいうのが増えると若者もどんどん増えてきて街も活性化されるんじゃないかな。これがホテルパゲスですね。これも有名なんだよね、泊まったこともないけど。僕は2回ほど泊まったことがあるんですよ。あ、そうなんだ、
松本にいるときに。松本にいないときだね。あ、だからまあ比較的新しい新しい思い出ではある。でも綺麗だった。もうね、そこもね、中がすごい大正っぽいというか。あ、いいね、こうロマンを感じるホテルだ。なるほど、おすすめです。ぜひ行ったことないところばっかり進めてるよくない。メトバ川沿いです、はい、やっぱここまで来るとかなりこう、鮮明に蘇ってる。駅前からさ、離れてるからさ、卒業してこっちに来ることないじゃん、うん、そうだね、確かに。だから本当に10年ぶりぐらいの勢いだよね。何もなかったらこんな川沿い来ないんだ。うん、うん、でもなんか何もないけどいいね、うん、よくここチャリで走ってたりしてたもんな。うわーって感じで、つーほほ一筋の涙が伝うよ。10年も前だもんな、こういう風景だったな。ただこれ以上のことはないで、でもそれこそ俺は不動産屋のバイトもしてて、こう内見とか連れてってたから。あ、嘘、そんなことしてた。してたしてた。それ知らなかった。それ春休み限定とか。あ、なるほど、ね、休み期間だけ。そう、新入生に向けてとか。大丈夫、それ違法なやつとか。違法なやつじゃないですよちゃんとしてますよだから結構道とかはいろんなとこ通ってたからさ。信者ってすぐ脱法するからやめてください脱法してないですよ。うわ、山、山綺麗だな、これ映るかな。あ、ちょっと危ない。うわ、あの緑の玉あ緑の玉見えますか。あれが大学のすぐ近くだった、うん、僕の家がすぐ近くで、あれを目指して帰ってたっていうところで。緑の玉、緑の玉だんだん分かんないけど緑の玉当たり前のようにあったけど何かいまいちよく分かってなかったみんな好きだった緑の玉、うん、懐かしいまだあるんだな緑の玉多分そう簡単になくないけど結構俺らの生活を支える上で必要なもんな気がする、うん、あ、もうこの通りに来ました、うん。ここまで来るとね、向こうには声優と本当に思い出深いツタヤとあの声優とツタヤも何万回行ったもん。やっぱり卒業してから何回かこう松本に来る機会って、うん、まあないこともなかったけど、うんうん、やっぱ本当に駅前しか行かないから。そうだね、うん、この辺の風景って本当に久しぶりに見たわ。これが学生御用達声優ですよ。確かこれ大学中にさ、うん、変わったんだよね。あ、そうだね、一、うん、回ね休んでた時あったもんね。あの閉まってる間困った。困った。この先にねデリシアがあるんですけど、通称デリツそこはね24時間じゃないからね、うん、そうそうそう、営業時間もそうし、やっぱ若干安いんだよね。うん、そうね。そしてあそこのねツタヤのスタバ、よく勉強しに行きましたよ。勉強してんだかしてねんだかわかんねえ。スタバで勉強するっていうのは気持ちの問題だ、ね、うん、そうそうそう、うん、憧れがあったからねスタバで勉強っていうね。それは今も昔も変わらないんじゃないでしょうか。未だにスタバ行ってパソコン開くと高揚しまうよ、うんうん、それがしたいがために YouTube 始めたと言っても過言ではない。スタバで MacBook 開くためにやってるんだよ一番ダサい、ね、ちょっと店内入ってみるか、せっかくだから帰ってきたぞーっつって凱旋ショッピングしますか、ね、いやでもここでよく DVD とか借りたもんな。次何のしんちゃんの映画見るかなっつって。確かにね、しんちゃんよく見てたよしかも後半絶対見たやつ何回か見せた、うん、ブラッド入ってみますか懐かしい。スタヤ懐かしかった。懐かしかったね。というわけで大学の方に向かって進んでいるんですけど、北上中ですけども、まあ、この道中に関しては本当によく通った道だから、あの頃を思い出させますね。山切れ何度見てもそしてね、もう少し行ったらあのガストがあるわけですけども、ガストはね本当にお世話になった。僕ら含めですけど、大学の学生たちが非常に迷惑をかけたガストです、うん、何時間居座るの、うん、ポテトとドリンクバー山盛りポテトフライ、クーポン券使って安くして、それすらも安くして、なおかつドリンクバーも何十杯飲んだよで10時間とかいるっていう、もう最悪ですよ本当にね、クソ客ばっかり、うん、でも本当にね支えてくれたよね。本当にガストは本当に支えてくれた。ギリギリのレポートとかを、ね、あそこでみんなで集まって、ね、完成させたりとか、うん、まあ、あまりにもその学生の利用がひどすぎて、一時期ちょっと学生使用禁止みたいな、あったあった、規制されてたね、張り紙が出てて、うん、マジかみたいな、長時間の勉強禁止ね、うん、まあそうなるよねって感じ、うん、持って、なんかさ、
こんなスッキリしてた。いやいやいや、絶対駐車場広くなってる。なったよね。うん、変わってるやん。すごあれ、ガストもこんなんじゃなかったよね。違うよね。うん、あれガストさ、こっちになかった。いや、あそこはあそこ。あそこはそこだっけ。あそこはそこ。でもちょっと変わってるな。なんか配置が変わってる気がするな。おめかししてる。おめかしてる。この駐車場は広くなってる、うん、眺めが全然違うよ、うん、ちょっと思い出せないね。確実に変わってるのは分かるんだけど、うん、あれ。さあ、いよいよね、我々の大学の近くまで来ましたけども、ここら辺は僕が住んでた近くで、うんうん、もうね、本当に震えてくるよ。まあ、ある意味あの学生時代に全然満足してないっていうのが、うん、そうだね、うん、反骨精神がね。そうそう、全然ね、やりたいこと言えなかったもん。そうだよ、本当にそう。それもそれでどうかとは思うけど、やっぱりね、あんな思いはもうしたくないなっていうやっぱ気持ちがこう今頑張れてる要因なのかもしれない。それは一つあるかもしれないな。いわばジャンプするためのしゃがんでる時期。まずはしゃがめってね、リギモーも言ってますけど。リギモーも言ってましたけど、非常に長い間しゃがんでました。そしてこの大学病院 ね、よく実習でお世話になりましたね。もう二度と行きたくないです。そんなこと言わないでください。そして先ほど説明した緑の玉がこちらです。でこでこでこ で, でこ、これを目指してみんなここへ集まるという不思議なパワーをね持ってるんですよ、これ緑の玉。もうだってこれほぼもうまさに大学の、うん、ね、横っちょだから頑張ってるのかな、みんな今頃授業でも、うん、でも年度末か、あ、春休みじゃない。あ、そっか、今春休み中だ。みんな夏面は見てくれてるのかな、うん、見てくれてると嬉しいよね、うん、ぜひ履修してほしい。学校の授業も大事、うん、でもリアルはこうだよと。そうそう、学校で学んだことだけで病院にこう入ってくると、ね、そうね、あれ？あれ？っていうなっちゃうことも結構あると思うんで、現場を知る機会っていうのは、まあ、実習でもそうだけど、うん、本音と建前っていうのがあるじゃないですか。なかなかね、本音の部分って誰も教えてくれないからね、そういうリアルを知れるっていうのはね、ある意味いいんじゃないかなと思うので、ちらっと見て今後に生かしてもらえれば嬉しいかなとは思いますけど。3月ってことはもうこの春から就職っていう人も、ああ、そういう人もね、多いよね。心の準備としてね、うん、僕らの動画ぜひ見てください。ぜひ。てか、そもそもその大学こんなに低かったっけ。ああ、そうだね、もっと大きかった覚えがあるの。あの時俺らちっちゃかったから。背丈はそんなに変わってない。背丈変わっても建物の大きさが変わらない。そんなに変わらない。まあ、ちょっと高層階になれちゃったな。嫌な年の取り方してるな。高層階ばっかり行ってるからさ。嫌だな、うん、そしてこの橋ですよ。この橋はもうめちゃくちゃ渡ったね、この橋。ああ、本当に懐かしい。本当に懐かしいしか出てこない。結構やっぱ流れがいい、ね、うん、綺麗だね。すごい開けてる。おばあちゃんも後ろ歩きするじゃん。うん、そこのね、うん、実はこう緩やかにこっちに向かってすごい下ってるっていう、うんうんうん、俺ん家が向こうの方だったから、いつも大学に来るときに上り坂でね、登校するの大変だよね、しんどいって、まあ、それで遅刻しちゃうなんてもちょっとありました。上り坂と向かい風でね、かなり登校厳しかった。信頼性あるあるですか。駅側に住んでると登校きついよって言って、うん、これ皆さん気をつけて、気をつけた方がいい。これから学生になる方もね、信頼に行く方は気をつけた方がいい。誰に向けた動画だと。ということで、だいぶ歩いてきたけど、大学もあるよね、ぐるっと回って、うん、すっごいやっぱね、懐かしさ。いや本当に、うん、今あるところに向かってるんですけども、うん、もうこれが一番の思い出と言っても過言ではないね。そう、井出くんとこうね、3年から合流して、そこから一番行った場所と言っても過言ではないのかもしれませんね。一番の大学の後半の思い出だから結構鮮明に残って、そう覚えてる。で、まあ俺らお金なかったから、まあ、金のかからない遊びってなんだろうって考えた時に、やっぱ体を使うこと。そうだね、うん、まあ、キャッチボールしたりね、色々しましたけど、うん、結局一番やったのはこれだったんじゃないかな。もうね、パークですよ。スケボーをよくやってて、もうね、かなりやってたんだけど、一向にうまくならないと。いやー、一向にうまくならないスケボーをかなりやってましたね。皆さんやってますね。で、このランプがあるんですけど、これね、まあ怖いんですよ、初心者には。
で、井出くんがつるーんって焦げるのを見るのがね、楽しくて楽しくて、それが一番俺は楽しかったな。それを経験しないとできないまあでもやっぱこうね、結構県内でも有数というか、うん、広くてね、広くて綺麗なパークだから上手な人が集まる、うん、だから俺らは人がいない時間をね見計らって行って、うん、で人が来たらそそくさと帰るっていうもういいか。でまあどうしてもねスケボーやりたいなっつって来て、でもやっぱ人がいっぱいいた時はこう眺めて帰るっていうのをね繰り返しました。それはうまくならん、うん、それはうまくならんわ。いやでも懐かしい、うん、いいね。まあでもだいぶ懐かしいところを回ったので、せっかく松本に来てるので松本城行ってみませんか。そうね、うん、僕何を隠そう松本城の中には一回も入ったことないんですよ、4年間住んでいて。僕は3回ぐらいちゃんと観光してる意外とないからね。うわ、吉星文化ホールの後ろでさスケボーやったよね。そうそう、人がいないところでパークはやっぱいっぱい人がいてね緊張しちゃうからこっそりやってましたね。こそれんしてたよな、懐かしい。それでもたまに人が来るからその時はね、うん、すぐいた、これ持ってる、ね、何事もなかったかのように何もしてませんよと言わんばかりに。うわ懐かしいな。やってましたね。やったね、うん、じゃあ戻りますか、ね、いや楽しい時間を過ごせたね。伝わってるかな、俺らの伝わってるかな。伝わってないだろうな。伝わってないだろうな。だってみんな思い出ないんだもん。はい、やってきましたよ。ご覧ください。松本城です。いや、素晴らしいですね。ここ松本の町では、かつて城下町として栄えていました。しかし、今もなおこの町は城下町としての景観を保っており、その風景は、観光客の心を癒しておりますカスレポカスレポいやでも松本城かっこいいね。結構あのお城ファンの間でも、ね、うん、松本城はすごい形がいいっていう風に、うん、かっこいいね。あ、こいだ、こいってさ、こうやって近づくとさ餌くれんじゃないかって、近づいてくるよね、気持ち悪いそういうこと言わないでください。コイすごい気持ち悪い。そういうこと言わないでください。長野県ではね、コイを食べる文化があります。ああ、そうね。それもコイがあるんですけど、うん、僕がバイトしてたお店にもね、うん、コイを提供してまして。あ、本当、うん。で、そのコイを出すのがあって、お店の池みたいなのがあ。ああ、はいはいはい。でそこでコイが泳いでて、うん、それをね、もう注文が入ったら取るんですよ。へえ。ああ、だからもうものすごい新鮮な鯉が食べられるんですけど、ね、その鯉を取ってくるのがバイトの仕事だったんですなかなかハードな仕事だな。であの池にねこうやって鯉の注文が入ってくると取りに行って網を持ってこうやって鯉を剥がすんですけど、まあ、それがあのお店の中庭にあるんで、うん、お客さんがこうめっちゃ見えるんで、あ、本当に池があるんだ。そうそうそう、池があって、水槽とかではなくて、水槽じゃなくて鯉を取ってくるの、うん、それをお客さんがすごい見てるんで、うん、なかなか鯉取れない時があってすっごい影になって、うわ鯉全然取れねえみたいな、それをお客さんが頑張れって楽しいじゃん、やめ楽しいじゃん、そんな見せ物になるつもりもないので、でその鯉を締めるところまでがバイトの仕事 でその締め方っていうのが岩で鯉の頭をぶん投げるっていう締め方、すごっ、それが一番あのいい締め方というか。あ、そうなんだ。魚ってここに脳みそというのがあるから、うん、ここを潰して締めると。なるほど。俺それがすっごい嫌いだったその仕事がっていう思い出がありますね。こういう感じあんまりいい思い出ではないですねわーすっごいいいじゃん。俺やっぱ松本城に何の期待もしてなかったんだけど久しぶりに来るといいいいね。あ、やっぱ年取ると違うな、うん、かっこいいね。こんなまじまじと見ることなかったもんね。ただのさ通り道、うん、こうしてると本当に観光客みたいな、うん、もう観光客だからねまあそうか、俺ら自信を持って言いたいと思います、うん、僕は観光客です。中入ってみます。そうね、せっかくだからちょっと入ってみようか。さあ来ました、初城内へ。肩の力抜け緊張すんの久しぶりだな。でも入るの自体は本当に何年ぶりだろう。大学2年の時の、うん、実習終わった後に登ったんだよなんですげえむしゃくしゃしてなんでそれが最後、10年ぶりだ。結構松本城の中も変わってたりするのかないや、それはないだろう新しいお店できてやだな城の中も
新進気鋭のカフェが入ってネオンとか光ってたりそれは嫌ですね。変わってないな。松本城で生きるのやめてもらっていいですか。ここも変わらないな。うわ、ペッポハソン懐かしい。あったあった。マウンド取るのやめてもらっていいですか。いや俺がだっていた時もこうだったもん。そりゃそうなのよ。変わってないわ。変わるわけないのよ。何百年変わってないんだから。ここ10年で変わるわけないんだから。間違いない。やっぱでも当時入った時よりも感動が全然違う、うん、あと足がめっちゃ冷たいね、冷たいね。こんなの男の子みんな好きでしょ。嫌いな人いないんだから、鉄砲は。鉄砲欲しいか。欲しいか。欲しい。欲しいかな。欲しいかな。長。うわかっこいい。これ。うわそこの装飾。かっこいいね。欲しい。欲しいかな。かっこいいけど欲しいかな。もしあったらあったでいろいろ手続き大変やで。すごいリアルに考えてくれる。うわーかっちゅう。かっけー。欲しい。欲しいかな。欲しいかな。欲しい。欲しいかな。うわーすごい。本当に使ってたのこれ。そうでしょう。本当に嘘じゃないで。歴史を感じるな。やってきました、最上階。うわ高いな。すごい。食い入るように食い入るように見てますね。大したことないじゃん。すげえ今興奮して少年のように楽しんでたのに。そんなにカッコつけなくていいですよ。純粋に楽しんでもらえればいいと思います。いや久しぶりに登ったわ。高いね。はい、ということで初松本城を満喫しましたけど、うん、これ松本来た方はぜひ登ってほしい。そうだね。あ俺も久しぶりに登ったけど、やっぱこう年齢を重ねるとともにいろんなことに対する造形がこう深くなっていく、うん、そうするとやっぱりお城こういったものに対するね、うん、受け止め方も全然変わってくると思うので、成熟した大人の方に登っていただきたいなと思います。成熟してるんですかあなたは。完全に仕上がってます。早いな、31歳で完全に。完全に仕上がってます。まあ、そんなことは置いといて、はい、お腹すきました。そうだね。まあ、せっかく長野に来たら蕎麦食べないと。そうということで、まあ蕎麦食べて帰りますか。じゃあちょっと蕎麦屋さんを探しに行きますか。そうですね。ということで松本での締め、こちら手打ち蕎麦どころ小林。 Google マップの評価が良かったので行きました。はい、住んでる頃は来たことありません。もうただの観光客。5年間住んでたからっていうことが何もない、うん、じゃあ美味しいそば食べていくぞ。何ですかそれは。もうすでに突き上げることを忘れてるもんな。ここ最近ずっと突き上げてる。美味しかった。ありがとう。ありがとう。ありがとう。最高にうまかった。やっぱ蕎麦やね。蕎麦や。うん。何もない松本の思い出に何かができた気がする。本当に2日間、まあ、弾丸ではありますが、いろいろぐるぐる回った結果、やっぱり思い出が何もなかったと。うん、そんなことないだろ。まあでも今日のこれもまた思い出だから。そうだね。うん。こういうことを積み重ねて、また10年後もあの時明日やなって思い出せればいいかなと思います。うん、そうだね。どうですか誕生日振り返ってみて。あ、そういえば誕生日だったねっていう。なんかあんまり誕生日らしいことしてもらった記憶もないんだけど、まあでも31歳の大事な節目として、はい、そうだね、うん、一番大事だから、うん、一番大事、人生において一番大事な節目をこうして、まあ、大事な学生生活を過ごしたこの地を振り返ることができて、はい、本当に良かったなと思っております。というわけで、はい、今回のアスメンチャンネル松本の素晴らしいところを紹介してくれてありがとう、そう思った方ぜひ動画の方に高評価と、そして今後も信州の魅力どんどん伝えてくれよ。そんな動画見たいぞと思った方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お願いします。それでは今回の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。さようなら。
31歳。